皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。コンビニで発生した強盗傷害事件で容疑者の男の逮捕に協力したとして、神奈川県警鶴見署は30日、横浜市鶴見区に住む会社員寮、寮、カリンさん23、に感謝状を贈呈した。事件当時、客として現場に居合わせたハリさんが腕を噛まれながらも男を確保した。写真で見る。 コンビニ強盗に噛まれ、歯型がついたハリさんの左腕。署によると、ハリさんは16日午後7時55分頃ド道区知って3丁目のコンビニで、缶ビール6本の代金を支払わずに店外へ逃げようとした男と従業員がもみ合いになっている現場に遭遇。ハリさんは外へ出ようとした男に足をかけて倒し、左腕を噛まれながらもヘッドロックで取り押さえ。 110番通報で駆けつけた署員に男を引き渡した。ハリさんは、当時は怖いという気持ちはなく、勝手に体が動いた。逮捕できてよかったと笑顔。現在も左腕にくっきり残る跡を見せ、飼い犬にも噛まれたことがない。まさか初対面の人に噛まれるなんてと冗談交じりに話した。中西美書長は、危険を顧みずに勇気を持って行動してくれたと感謝し。 相手が狂気を所持している場合もあるので十分に気をつけてほしい何かあれば百刀番通報王と話していたどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう